ねえねえ、なんて呼べばいいんだっけ？のんちゃん。のんちゃん。はい。首都高3号線から東名高速に入って、はい、川崎を経由して青葉インターかなんかで降りるコースで、僕料金払って遅れちゃった分を取り返す。頑張ってみます。若さん元気だった？どれくらいぶりだっけ？もう半年ぐらいだよ。そんなに経ってないでしょ、うん、前回海老蔵さんの時だっけ？海老蔵さんの時会ってるっけ？海老蔵さんほら一緒に心霊配信行って、たくみさんと、うん、その後海老蔵さんと合流したじゃん。あ、そうだっけ。うん、こんばんは。いい？いいよ。こんばんは。山田孝之じゃねえよ、全然似てないでしょ。ねえねえ、先にナビ設定だね。いいよ。あ、違う、今なんかやってるみたい。心霊配信だね。うん。何県？神奈川。場所言わない？え？場所言っていいの？え、ちょっと、話題だけ。青葉台？あ、うん、俺も知らない。神奈川？横浜の青葉台。うん。横浜。ほら、ネタバレになっちゃうから、心霊スポットの場所。ああ、そっかそっか。うん。うん、みんな検索できてもう決まってる。なるほど。え、心霊レベルどれくらいなんですか、今回は。S クラス。S クラス？お子さん、この車タバコ吸えるから。吸えんの？うん。これ消していい？いいよ。後ろついてたらまずい。見づらい運転。うん？いや、ちょっと一回これ止めないと。止める？しばらく止めておかないと。うん。カードが残っています。カードを抜いちゃうことできる？あ、大丈夫ですよ。出すんで。あ、出す？はい。ほら、向こうが待ち合わせ時間を指定してきてるから。その宮崎勤の事件のトンネルっていうのはどこにあんの？場所教えて。山吹トンネル。お、山吹トンネル、うん、どこにあんの？八王子と山梨です。へえ。相模原市と、うん、八王子の境。へえ。ちょっとこれ足元に入ってたの。ロクさんの後ろ、うん、そこ、うん、待って、うん、僕はね、移動するのに、うん、はい、ワド2いらっしゃい。クミタンいらっしゃい。ロクさんいらっしゃいますよ。つかない、うん、オイル入れてくる。すごい怖いの、八王子。帰りに寄ってもいいんじゃん。帰りに寄ろうか、そこ。そんな怖いなら。はい、ワド2、そんな怖くない、うん。電波悪いんだ、うん、そう、電波は心霊スポットね、怖いところ、電波問題が結構シビアなんですよ、配信者は。うん、そこっすね。はい、ワド2、みんな楽しんでってください。心霊配信です、よろしくお願いします。今日奥さんも一緒。奥さんも一緒だよ。のんちゃん一緒。うん、のんちゃん一緒です。そうだね、久しぶりだね。ロハコさん半年ぶりだって。しばらく会ってなかった。とりあえず分かんないかな。ロハコさん案内できる？その高速の、いや、首都高3号線っていうのは新宿線のことでしょ。ナビがぶっ壊れちゃってんだよね。一回止め、しばらく止まってないとあれなの。一回しばらく止めとるけばまたできるんだけど、
うん。でもなんか今急いでるみたい。うん。はい、ワトツーいらっしゃい。バカプレゼントありがとう。とりあえず高速になれば。うん。透明乗らなきゃいけないので。うん。下道だと、うん、はい、バタツーのに、その信号じゃなくていい、突き当たりまで行っちゃう。ノンタン怖いの超苦手。楽しみにしてる、ありがとうございます。バカプレゼントありがとう。ギリチョコありがとう。ありがとうございます。練習？何の練習？かっちゃんはだつ。何の練習？うん、風船10個ありがとうございます。皆さんから待望の心霊配信です。スペシャルゲストもいますよ、今日は。のんたん運転。そこ左です。のんたん運転です。ボクシング、そうだね。行ったら3車線あるので真ん中の車線に入ってまっすぐです。なんだ、後ろ電気つけたら見えない？気をつけて。うん、つけて走っちゃうとおまわりさん言われる。うん、嘘。そこの方がいい。どっちか、こっちでもいい。つけて、なんだ、うん、うん、うん、つけて。つけてると、うん、あのうるさいおまわりさんだと、うん、前の車止まりなさいってやられちゃう。嘘。うん、のんちゃんこんばんは。だって熱湯風呂です。美味しいよね。はい、こんばんは。ね、リスナーさんに高速3号線の乗り方聞ける？いや多分分かんない。現在地が分かんないと無理だから。高速3号線ね、上、この上のやつに乗りたいの？いや、これじゃない。これじゃない。はい、ワドツーいらっしゃい。下で東名高速まで行こうか。はい、なのでそのまますぐ一度行ってしまって。トモチョコありがとう。トモチョコありがとうございます。あー、オレンジが一番うまいね。わかるわ。レッドブルーじゃなくてモンスターエナジーのオレンジが一番うまいよね。白も一時期ハマったけど。わかるわ。でもレッドブルも美味しいよ、やっぱり高いだけあって。パト2いらっしゃい。今日は土日スペシャルで、前々から希望されていた 心霊スポット。窓開けていいですか？あ、もちろん、はい、もちろん開けていいよ。ロハコ、うん、ロハコさんですよ、ゲストに。じゃあロハコさんにちょっと、皆さんみんな久しぶりだと思うんで、ワドリスナーは。どうもロハコです、よろしくね。これから東名高速に乗って川崎方面に行って、青葉区で降りたいと思います。集合場所がそこなのでね、とりあえずそこに向かおうと思っています。今ねナビしてるので放送しづらいんだけど、うん、今だ大丈夫だけど、うん、2つ目の赤信号を右折かな。はい、ワドツーみんないらっしゃい。レッドブル
牛の精神入ってる言われて、なんだ牛の精神、うん、牛の精神入ってるわけないでしょ。そんなこと言ったらさ、コカ・コーラとかには虫のさ、添加物とか入ってるわけだよ。え、虫の添加物って入ってるの？あの、なんだっけな、かい、あの、赤、なんだっけ、なんとか青、6号とか赤とかあるじゃないですか、添加物の、うんうん、あれ虫の死骸っすよ、赤って確か。だから思いっきり虫の死骸なんですよ。貝殻虫、貝殻とかね、いろんなの入ってるから。貝殻虫、貝殻虫だっけ、赤は、うん、はい、こんばんは、楽しんでってください。左側は駐車場になってて、右でずっと行って、青信号の先の信号を左折かな。はい、ほんとだよ、もっと先、もっと先。そんなこと言ったらジュース飲めないっすよ。はい、こんばんは。あ、もう一個先か、もう一個先、でかい道路だ。何人の人とやる、はい、あ、ここ、うんとね、ノンタンと俺とロハコさんと、ロハコさんの知り合いの配信者だって。あ、ここだ、左、ここ左折。はい、こんばんは、ドラちゃん、いらっしゃい、みんなこんばんは。心霊配信楽しみだった人手を挙げてください。何人ぐらいいるだろう。心霊配信見たかったっていう人、見たくなかったっていう人手下げで、現地に着いたら教えるからね。アドロちゃん、心霊配信楽しみだったんだ。たくみさんも幽霊信じますか。霊能力者が目の前にいますからね、うん、そう、霊についた後で。いや、和道さんだって霊しつかれるじゃん好まれるじゃん、うん、好まれる程度に霊感あるんだ。心霊配信怖い、うん、千秋さんも怖い。ちなみにですね、僕の YouTube、リンクが貼ってあると思うんですけど、そこにですね、ニコ生史上最強に怖かったって言われてる心霊動画が載ってますので、もしよかったら僕の YouTube のチャンネル見に行ってください。ニコ生史上最強の心霊配信。ここしばらくずっとまっすぐですね。はい。それを動画見ておくのをおすすめします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。これどっちかですね。右。楽しみ。めちゃめちゃ怖いよね、あれね。俺の動画めっちゃ怖いよね、前回のやつ。みんな結構じゃあ楽しみにしてる人多いんだ、今回。まあね、道路拡張工事中でね、両脇買い取ってると。すごい。なんかだからずっと工事してたんだ。10年とか20年まだまだですね。まだまだだね。あ、そんな大規模なやつなんだ。この右側なんて、ここがね、ちょうど2階部分なの。はいはいはい、埋め立てです。あ、本当だ。下に道路があるの。だから埋めなきゃいけない。うん。橋を作る。バーガープレゼントありがとう。うん、見てきて見てきて。超怖いよ、その代わり。俺の YouTube の、たくみさん、もしよかったら YouTube の URL お願いします。僕の心霊動画の直の URL 貼っていただけると嬉しいです。のんちゃんっていつもあそこに和道さんの家にちょこっと隠れて目だけ見せてる。あ、そうですかわいいよね、うん、マジで。あ、ロハコさんの家でも心霊現象いっぱいあるよ、うん、あ、和道さん来るとね。そう、ポルターガイストは和道さんがね、怖がる。うっとか言って怖いでしょ。やめてとかさ、あれは怖いもんだって。スペシャルゲストだからね、半年ぶりだって、ロハコさんと、うん、半年ぐらいぶりね、うん、だってもう、2月じゃん。もう2月、何月だったあれ。あれは、たくみさんありがとう。8月とかじゃなかった。8月とかだっけ、うん、あ、じゃあ半年ぶりぐらいだ、うん、あれ、小会議またゲストで出るんでしょ、ヌマップで。小会議出る、すごいな。日にちは決まってないんだけどね。でも本当のスマップ解散して木村拓哉一人になっちゃったじゃん。あ、そうなの。ロハタクっていう、あ、木村さんのポジションがロハコさんでしょ。ん、
木村拓哉のポジションがルファコさんでしょ。分かんない、その野田総理って言っとかないと僕怒られそう。いやいや、多分ロハタクって呼ばれてるから、あれ拓哉の、木村拓哉のタクだから、うん、うん、あれでしょ、ロハコ、あの野田総理は中井くんでしょ、うん、リーダーでしょ。心霊配信意外と好きなんだ、ふわっちの人。心霊配信者いないから、ローコさんふわっちで心霊配信やればいいのに。今キャスが多いの？キャスだね、キャスメイン。ニコ生はやってない、ほとんど。ん？ニコ生。ニコ生はたまに、あと昨日、うん、一昨日か。あ、アカウントはじゃああるんだ。一昨日2時間ぐらいやってる。ほう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 。キャスの方が面白い。キャスも面白いし、ニコ生も面白いし。ニコ生いつまでもあるか分かんないからさ。そうだよね。10年、あと10年ある放送がない。そうだね。だから他の放送も手出しとかないと、うん、手遅れになる。うん、みんななだれ込んでる。だね。僕もフワチ放送たまにしてるよ。え、やってんの？うん。嘘。あとで検索して登録しとくわ。あれ登録してたっけ、ロハコさん。僕は、和藤さんフォローしてある。うん。あとで探しておくわ、フォローしてなかったら。これね、ちょっと左に曲がってますけど、ね。あ、はい。まだ道路拡張中で、これに合わせるつもりになってたんで。この幅になるんだ。そう、この幅に合わせるつもりになってる。おー。じゃあ国が土地を買い取ってくれるんだね、この辺に。右側に寄ってください。はい、右折車線が出るので、はい、右折車線。ロハコさんなんで眉毛ないの？え、そっちゃなんで？え、なんで眉毛チャーミングポイントだったのに配信で剃っちゃったの？寝たとこは安くに。日中ぐっすり寝て、でのんたんがラーメン食べたいって言ったから、こうめんっていうラーメン食べて夕方に、でロハコさん等の時間を待ち合わせるのに時間が空いたからゴスロ行ってきた。青葉台行くね。青葉台だよね。青葉台行く予定だけど、うん、ナビがないとどうやって行く。そうだよね、うん、なんか携帯ナビあるんだよね。携帯ナビ俺が配信やってるから俺は使えない。リスナーさんに聞いて、ナビのメーカー聞いてくれれば、うん、携帯に設定する、うん、YouTube やばかったでしょ。チャンネル登録ありがとう。やばかったでしょあれ。しばらく待つんです。うん、ね、新宿にいる。ナビする？あ、たくみさんナビしてくれるって。あ、そう。うん、じゃあたくみさん、Thank you。 青葉インターまでナビしてほしい。青葉インターまでだって。うん、現在地あけぼの町。現在地あけぼの町。今靖国通り。今靖国通りだって。うん、新宿方面に向かって進行中。今靖国通り、新宿方面に向かってる。透明に入りたいんですよね。うん、透明に入って川崎インターに入って、川崎の次が青葉なんで、ね、うん、助かるわ。風船ありがとう。下からじゃない、上から。風船プレゼントありがとね。ギリチョコありがとう。アイテムありがとうございます。アイテムありがとう。かっちゃんありがとね。ありがとう。頑張ります。130名さんいらっしゃい。スペシャルゲストロハコさんです。楽しんでいってください。
心霊レベルどれくらいなんだろう。結構怖いところ？え？結構怖い今日のところ。僕は行ったことないんで、まだ知らない。ネットの情報とかどうなの？怖い。怖い。出る出ると有名なところ。あ、結構有名なんだ。おお、あ、じゃあロハコさんのチェックも入るのか今日は。ん？ロハコチェックがどれくらい怖かったか。霊がどれくらいいるか。ふわっち配信してもらって、うん、和道さんがどのぐらいビクつくかっていう。そんなレベルなんだ。そんなレベル。おお。のんちゃんも霊感強いんだって。ああ、気持ち悪くなるかもね。あ、そう。運転できればいいけど。ちなみに霊能力者のロハコさんから見てのんちゃん霊感強そう？波程度だと。波ぐらい、うん、俺は波？波ちょっとした、うん、あ、ギリチョコありがとう。なんだろう、ジュジュさんありがとう。心霊配信です。うん、気をつけていきますよ。ありがとう、頑張ります。あ、僕の配信あの昔から見てる人は知ってますけど、あの心霊現象めちゃめちゃ起こるんで、あの見てる人結構怖がるんで。ちなみに僕は霊感全くありません。代わりはいません。心霊配信すごい人気なんだ。たくみさんのナビはいつから入ってたの？わかんない、たくみさん、わかんない。たくみさんと電話できるんじゃないの、うん、LINE で繋がってるはずだけど、うん、ロアコさんと電話でやってもらえるとありがたい。ナビ入んないと、うん、もうわかんなくなる。うん、東名までは誘導する。うんうん、東名で入れば川崎方面に行って、うん、そうすれば青葉で降りれることは確か。うん、ここ今する。あ、じゃあ LINE かけてくるって。ロハコさんに LINE するって今。うん、うん、次は明治通り。うん、そこの明治通りを左折、うん、はい、うん、来た来た。はい、もしもし。はい、今明治通りで、左折するとこで甲州街道に入ろうと。甲州街道？うんと透明の入り口まで。透明入り口まで下で行く？うん、下で行っちゃおうかな。だい、うん、上で行く？ちょっと3号線だけど、3号線どうやって乗ればいい？やばいでしょ、動画今初台からかな。どこは初台だと、あれは3号線なの？4号線かな。違うよね、新宿だから中央道出ちゃうよね。うん、できれば近くの人だけど。うん、俺は怖いの嫌い。乗ってもらっちゃえばいい。じゃあ新宿に乗ってもらっちゃえばいい。あ、どうしよう、いった高速街道なかった。あ、意味ないっていうか、今どんどん渋谷方面に向かってるから早く言ってもらわないと、どんどん明治通りを進んじゃう感じになっちゃう。一度もさ、のんちゃん左に止めてはずなので、よろしく。今、たくみさんと相談。はい、こんばんは。楽しんでってください。僕は怖いの苦手です。今ね、新宿のバスターミナルでの出口のところの辺にいるんだけど、どうすればいいですか？もう新宿。うん、もう新宿にとっくにいる。うんと、甲州街道過ぎちゃって渋谷方面向きで止まってる。まあ、U ターンしようと思えば。渋谷に向かって、うん、渋谷の上は3号線だから、うん、渋谷の交差点を曲がる。渋谷246。あれ新宿中央公園。246までどうやればいけるのかな。明治通りで、うん、あの大きい立橋があるところで曲がれば246なのかな。渋谷駅越えたところが246。渋谷駅を越えたっていうか、
あの渋谷駅に入る大きい、陸橋の塊のところを渋谷警察署のところを右折すればいいのかな。うん、わかりました。うん、じゃあなんちゃん出発で、はい、お願いします。はい、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 わかりました。では今から渋谷に向かって出発します。頑張って。はい、ありがとう、たくみさん。はい、わかりました。はい、どうも、ありがとうございます。はい、ね、のんちゃん、このまままっすぐ行くとね、はい、でっかいね、歩道橋の塊の交差点があるから、はい、その塊の交差点を右折する。はい、どうし、いつもニュースでやる渋谷の画面の、あ、はい、そこだなっていうところを通る。そのまますぐ行くと、首都高の上り口がすぐ現れる。はい、でそのままその首都高に乗れば、透明度に入れる。みんなは霊っていると思う？みんなは霊っていると思う？どうすか？霊いる？いない？俺ね、霊は信じてないんだけど、まあロハコさんの前で言うのもあれなんだけど、霊はいないと思ってるんだけど、だけど心霊現象で不可解な現象はなぜか起こるから怖いんだよね。どう思う？あ、みんな霊いる派なの？あ、思うんだ。ロアコさん、霊って何なんですか？人間の思いの塊。ああ、なんか死んだ後、なんでそれが人の形で映るの？自分のイメージを、女の人だとよく鏡見たりしてイメージするでしょ。うん、そういうイメージが残ってて、好きな服とかに着替えられる。だ、思念っていうか、その思考が残ってるみたいな感じ。うん、そうそう、だから念が残ってる。お、念の塊みたいな感じ。そう、念の塊だけど、何にもない人もいるんだわ、念が。お、ただ存在、自分を老人の体で杖持って、お、椅子とか石ころに座ってるっていうイメージは持ち続けたいと思ってる。だから映っちゃう。何の話？どういうこと？何？老人？おじいさんが好きで、杖で座ってる。何にも、だから恨みも妬みもないけど、お、自分の存在は忘れてほしくない。あ、うん、あ、ちなみになんだけど、みんなロハコさんの声って聞こえてる？聞こえてるかどうか教えて。マイクで拾えてる？車の声。スマホからの配信だからさ、ボリュームが調整できないけど、どうなのかちょっと教えてください。ロハコさんは霊能力者ですね。ロハコさんはもともと、それで、もともとみどりさんとって、あれ心霊現象が起こって野田通りの家で、で霊視をするって。後で右折するので右車線に行った方がいい。はい、拾えてる？あ、大丈夫か、ありがとう。ロハコさん、野田通りに霊が映ったじゃん、うん、家で、うん、で霊能力者が必要だって言ってロハコさんがリアトツしたんだっけ、もともとは。みどりさんのところに。僕はリアトツしてるんで、そんな野田総理の話もずっと後だ。ずっと後だっけ。もともとみどりさんとの出会いって何だったっけ。みどりやん、みどりやん、すけが、あー、そうだ、思い出した、リナリナのあれだ。なんかあれだよね、バイトバックれたやつがいてっていう、そんなんだよね。死後の世界、あの世も信じてるんだ。246っていうね、表示が、青い表示が出た。はい、もうすぐ多分あれだそうかな。ロハコさん、リスナーさんから質問です。この配信を見て、霊がリスナーさんのところに来ることはありますかって。あるよ。ちょっとその辺解説してあげてください。解説、なんか霊能力者として、霊が何なのかとか、霊を見ちゃって、こんなのありえないとか、
いや気持ち悪いとか見ちゃって自分がもし気持ち悪いと判断したなら、ここじゃないですか、うん、ここだと思います。あ、いいか、違ったか、いや、いい、山手通りから多分匂いの、ここよ、ここ原宿だった、うん、例を見て気持ち悪いなとか後で思い出したりすると、その例がその人に寄ってきちゃうってこともありえる、うん、思い出として残ってるとね、テレビで放映されたのと同じように、あ、じゃあ思い出しちゃうと寄ってくるんだ。だから心霊写真持ってると不吉なことが起きるっていうのは、うん、そのイメージを持っちゃう、うん、なるほどなるほど、うん、あえて心霊写真と知ってて持ってたりね。一般の人でも取り憑かれた時除霊する方法を教えてあげてよ、ロアコさん的に。ああ、誰でもっていう共有できるのは、コップに水を入れて家に置いといて1日2回取り替えるとか、うん、しとけば水に霊が吸い取られる、水オーブが吸い取られる、うん、ので霊は違うの、霊とオーブは同じだけど、うん、霊というのは実体化しちゃったやつ、はい、オーブが大きくなって人間の形を作り込んじゃったやつで、人間の形じゃあのエネルギーが足りないので、あ、そ、まっすぐ行けたら行っちゃって、のんちゃん、はい、うん、空いてたら、まっすぐ行けたら、うん、そう、まっすぐまっすぐ、間違ってた、さっき、じゃあオーブがパワーが強くなると実体化して霊になるんだ、その子供バージョンがオーブなんだ。オーブはからに肉体の形を維持しておくとエネルギーを思いっきり使うので、うん、一番ちっちゃいく温存しておくためにオーブの形でいる、うん、じゃあオーブが映ってるのはあれも霊だと思っていいんだ。そうだね、同じ霊体。じゃあいい霊と悪い霊っているの？色が黒かったりすると悪い霊とかあるし、黒いと死を招くとかね。黒はやばいんだ。赤いと妬みとか恨み系だし、ほうほう、とか赤黒はダメだ、うん、白いオーブは何でもない。可愛い例だ、可愛い例だね、うん、ラップ音しか鳴らせないぐらいじゃないかな。例えば子供の例だったら小さいとかあるの、うん、オーブが小さいとか、いや、ない。大きさはみんな人単サイズだと思うよ。例えばさ、光が強く映った場合は強い例だ。青くてものすごく綺麗だなと思うオーブはすごく珍しいオーブ、ラッキーオーブ、ラッキー。なんか俺ほら青いオーブって言ったら、うん、お子さんが大事にした方がいいって言う。そうそうそう、あれは人に見せたら無効になっちゃうの。なんかあれでしょ、いい例なんでしょあれは。たまに誰かにほらほらって内緒で見せたとしたらもう無効になってる。誰に見せないよ、うん、あれは縁起がいいやつだ。人に見せたら終わりだけど、自分用に撮っとくなら自分で撮った写真だからね。あ、さ、青いオーブって何回に1回ぐらいの？うん、そこだ、そこ右折。青い霊ってさ、青いオーブってどれくらいの確率で映るの？ほら、今左上に3号線って書いてあるでしょ、うん、あの高速道路、のんちゃん、うん、のんちゃん見える？左上に首都高3号線、はい、左方面だけど、うん、これの右方面行きに乗るから、はい、うん、若さん、青いオーブって何回に1回ぐらい出るの？そう、ラッキーオーブは1万回に1回ぐらい。あ、そんな珍しいんだ。うん、珍しい。へえ、ありがとうございます。まあ、若さんに質問がある人はどんどんしてください。もう僕は本当にこんなにすごい霊能力者を今まで見たことないですから。僕なんてまだ弱っちい方だよ。霊能力者としては弱い方なの、ロハコさんは。わかんない、上と対決したことがないんで。例えば地獄先生ヌーベイとロハコさんだったらどっちの方が強いの？その人知らないし。漫画のヌーベイって知らない？知らない。鬼の手。ああ、名前は知ってる。あ、うん、じゃあ義母愛子はどう？義母愛子は強い、僕より全然強い。強いんだ、うん、じゃあ誰だろう、霊能力者で有名な人誰がいる？織田武道はどう？え、織田武道知らない。知らないか。なるほど。
義母愛子は強いらしいですね。義母愛子はロハコさんより霊力が高いそうです。まあまああれですよ、なんとかします。一番右車線走ってだって池尻右の入り口だからだって。江原正宏はどう思う？江原さんって偽物本物？和子さんからしたら、霊能力者からしたら。江原さんは正直言っていいよ、中の上ぐらい、中の上ぐらい、うん、和子さんが中の上、うん、上の上、僕中ぐらい、中ぐらい。あ、じゃあ和子さんよりちょっと上ぐらいなんだ。義母さんを10としたら、うん、江原さんは5ぐらい。江原さん5ぐらいだ、うん、僕4ぐらい。あ、ロハコさんでも4なんだ。ロハコさん10ぐらいあると思ってた。義母さんが霊体になったから、うん、まあ、多い多くのはずだ。おー、うん、青い霊が私の肉体の周りを囲んだ写真はの意味を教えてください。青い電光が私の肉体を周りを囲んだ写真の意味。なんかリスナーさんが外の入り口になるまで走ってた、はい、なんか リスナーさんがあのなんか青い稲妻みたいなのが走った写真撮れたんだ、うん、稲妻の場合はどんな意味の写真？稲妻の場合はあの冷やかに、冷ややかに危ない、冷ややかに危ないです。あ、熱気とかなんていうの、熱い思いじゃなくて冷たいクールな思い、クールな思い、冷ややかな危なさです。はい、和田つえいらっしゃい。ロアコさん霊能力者でレベル4ですね。行こうかな、あれ、木村さんはどう？木村。今度は左、今は左か。冷ややかな部活。左に刺さってます。幽霊に足がない理由は何ですか？足あるよ。幽霊に足ある。あ、じゃああれは漫画とかのイメージなんだ。それは漫画のイメージだそうです。幽霊に足はあります。すごいね、質問がいっぱい来てる。お化けの牛太郎とかは目の、ほら。一応足あったじゃん。お化けの球太郎あるね。あったあった。そういえば、うん、うん。足首がなかっただけでさ。うん。小田武道は分かんないってロハコさん。どうだろうな。この辺で左左入れたら。ロハコさん、念能力者のロハコさんに質問です。来るから左左、はい。池尻左だね。左左？右右って言ってたよ。たくみさんは。池尻のインターは右だから、右から入るから右側に入っといた方がいいよって言ってたよ。右に入るの？じゃあトンネルくぐり続けちゃうけどいいのかな？わかんない。右車線に入ってればいいの？たくみさん。右車線に2本は下をくぐったり上をくぐ、上の陸橋を登ったりになっちゃうけど。とりあえずまっすぐで大丈夫そうです。うん。頼む。とりあえず透明のマークは出続け。風船10個とバーガープレゼントありがとう。ロハコさん質問です。トミさんからの質問、うねってる火の玉を見たんですけど何なのか教えてください。何色でしたか？何色でしょうか？できればあの霊能力相談をする方は色とかね、光の強さ、どんな光だったのか詳しく教えてください。その時第一印象なんどう思ったか、第一印象も教えてください。ロハコさんが全部教えてくれます。この2番目でいいみたいだね。色を教えてください。どうなんだろう、トミタさん。赤だって。妙だね。今の標識じゃ分かんないな、判断しかね。赤でうねってる火の玉を見たそうです。あ、一番右に行こう。はい、やっぱ右だ。うん、やっぱ右だったわ。一番右。それ以上前行かないと。右。右入ろう。右に、あの黄色いとこが首都高の分かる目。よっしゃ、池尻入ったー。のんちゃん、ナイス。ロハコさん、うん、赤い玉でうねってるのを見たことがあるんだって。赤い玉は怒りだの、怒り近づいたらダメだし、写真は処分した方がいい。怒りの
オーブはですね、赤い光は怒りを表現してるそうなので、写真を撮ったらダメだそうです。で、写真を持ってる方は処分してくださいとのことです。初見さんいらっしゃい。あ、心霊スポットはお楽しみです。ぜひ、まだ公開してませんので、ぜひ楽しみにしててください。一応ロハコさんの企画なんで、ロハコさんがお楽しみということなんで、カズさんからの質問です。亡くなった方はどこへ行くのですか？亡くなった方はだからこの世とか、この世の中、この地球上も亡くなったの人のいるとこだし、うん、その人が月の裏へ行きたかったら月の裏だし、うんうん、その人の行きたいところ。ほうほうほう、うん、あ、じゃあその人が地球に留まりたいと思ったから地球で霊になっちゃったんだ、うん、地球の場所を特定した。うん、じゃあ死んだらどこに好きなところでも行けんの？そうだね、特定しないとうちにいる。おー、だそうです。動物の幽霊っているんですか？いるよ。そうそう、犬も猫も。犬も猫も。ただゴキブリとかは小さすぎて、人間のオーブでさえ人単サイズだから、うん、ゴキブリとかハエとかじゃ小さすぎて、オーブ、うん、ミリ単位じゃない。あーもう、あ、生命力が小さいと、うん、オーブも小さくなるんだ。うん、おー、じゃあマンモスとかでかいの？マンモスはもう古すぎて、うん、もうどっかに木とか岩になっちゃってる。あ、何？幽霊、オーブとか木とか岩に転生すんの？転生して、滝とかにちゃんと岩にちゃんと顔映っちゃってるのあるじゃん。あれはもう古すぎて、そこにもうここでいいやんになっちゃった。なるほどなるほど。なるほど。だそうです。初見さんいらっしゃい。うん、ありがとうございます。もし、よかったらフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。地獄とか天国ってありますか？地獄とか、その人が死んで、うん、ああここ天国と思えば天国だし、うん、地獄だと思えば地獄だし。なるほど。なぜってもう死なないから、死ねない。ほうほうほう。もう死にたいと霊が思っても死ねない。ほうほうほう。死んでるから。生まれ変わるはあんの？輪廻転生は分かんない。お、可能性だから死んだ瞬間が、うん、受精卵が受精した瞬間だとすると可能性はなくはない。死んだ瞬間が受精卵だとすると可能性はなくはない。受精卵で受精、受精精子が、ちょっと精子とか受精卵がどっから出てきたのか分かんないんだけど。だからそこで生命の誕生じゃん。いや、まあそうだけど、うん、違う死んだ人間が生まれ変わるの。だからその瞬間と射精の、あ、死んだ瞬間に誰かがセックスしてたらそこに入り込むってこと？セックスして、うん、その受精卵に入った瞬間だとすると生まれ変わるかもしれない。輪廻転生もあり得るけど、僕はほとんどないんじゃないの。え、ね、じゃあ死んだ瞬間に誰かの受精卵に入り込むと生まれ変わる可能性があると。そうすると過去の記憶があったりする。マジかよ、うん、それって他人の子供を産むことにならないの？大丈夫？だって前世の記憶なんてない。記憶なんてほとんどないじゃん。あ、そっか、うん、私前なんていう名前でしたか、住所出てきてないじゃん。そうだよね。住所はどこでしたか、うん、初見さんからの質問です。死んだ家族とは会えますか？巡り会えますか？霊能力者、委託とかもそうだけど、うん、そういう、霊との交信の仲介になることは可能。委託はできるの？ロハコさん。できるよ。え、できんの？ロハコさん。できるよ。嘘。だって霊と喋ってるっていつも言ってるじゃん。あ、そっか、ロハコさんを経由して喋ればいいのか、うん、会いたい人と。その霊が出てくるかどうか。あ、指定して。なるほど。あ、じゃあその霊能力者っていうのはそれを指定するのがうまいんだ。違う。指定するんじゃなくて向こうが妥協してくれないと。妥協？うん、うん、じゃあいいよ。ああ、いや話してもいいよみたいな。だから本当はその親戚関係うまくいってなかった。ああ、そういうことか。はいはいはい。わかるかな。わかるわかる。要は向こうが会いたくない場合もあると。そう。なるほどなるほど。気分が乗らない可能性、幽霊の気分次第です、うん、
はい、のこのこ出てくるってほど、うん、なんていうの、行きたいとこに行ってるのにそこからわざわざ来るんだよ。うん、確かに確かに、結構かったるい事情がある。そうだよね、うん、そうだよね。なるほど。なんてひょこんでるね、うん、はい、ワード2メロンいらっしゃい。SS さんからの質問です。霊感ってある日突然ついたりすることはありますか？ある日突然じゃなくて、心霊スポットに行ってて、うん、霊と接触 しまくってると霊感は少しずつついてっちゃう。じゃあ俺ついてっちゃうかもしんないじゃん、うん、ついてっちゃう。マジで取り憑かれちゃったりするとその霊能力もらっちゃう。なるほど、うん、ただいい使い方をするか悪い使い方をするかっていう。ほうほう。リスナーさんからの質問です。和道さんの先祖と今会話することはできますか？できない。できない。なぜですか？嫌がってる。嫌がってる。っていうか守護霊がもうダメってこう NG 俺の守護霊 NG 出してんの今。読んだ瞬間もう嘘。あ、無理っすって言ってんの。無理無理、まあ、僕の守護霊が NG を今出してます、うん、はい。なんか家と関係が悪いって。家との関係が悪いそうです、うん、守護霊に NG 出されるってなかなかだよね。守護霊も聞いてるからね。のんちゃん、運転集中してるからのんちゃんを大事しないようにしよう。のんちゃんが事故ったら大変だ、うんうん、のんちゃんの守護霊はいますか？守護霊はいるってのんたんの。いるよ。あ、いるんだ、うん、疲れてる。のんちゃんよくそういう心霊好きだ好きだってやっちゃってるから守護霊が疲れきって疲れきって。あとでその治療回復のやり方を教えるからさ、それで回復してください、はい、次の質問です。カズさんの質問です。守護霊はどんな人にも必ずいるんですか？1キロ先右左工事中だって。うん、みんな右一車線になってるんだって。もう一度質問お願いします。あ、すいません。カズさんからの質問です。どんな人にも守護霊は存在しますか？あ、いるけど弱りきってもう死んでんのに死にそうなのいるよ。あ、弱い守護霊ってこと？もうね、需要競争、需要回復、エネルゲンとか飲ませてあげるみたいな方法があるんだけど、うん、その方法を取らないとピンピンに戻らない、うん。じゃあ守護霊のパワーアップするっていうか回復するみたいなこと？そうそう、守護霊もエネルギーを 毎日ほら心霊スポットバンバン言ってバタンってオーブを避けてんだよ。ほうほう。その体力回復はじゃあさ、うん、自分生きてる人間が飲み食いすればいいのって。そうじゃない、うんうん、ちなみにその回復方法ってどうやって？植物園に行くこと。都立の植物園とか無料じゃん。ほうほうほう。無料だったりするじゃん、うん、ああいうとこで1時間ぐらいこう緑 の, この空気を吸ってるとすごく自分ですごく安らかになる気持ちになったことあるし。あるあるある。んだけど俺もある。それが需要界、需要競争レイにとっての、うん、そうだ、ね、そうです。だから大木に寄っかかっててもいい、うんうん、大きな15、100年くらいのやつに寄っかかってて、うん、次の質問です。ユッキーさんからの質問。すごく嫌な感じがするときってやっぱり霊が近くにいるんでしょうか？はい、パッと振り返ったとこと 目と目が合ってるはずなんだけど見えてないだけ。ああ、じゃあもう近くにすぐそばにいる。誰かの後ろハッと誰かがいる気配を感じて振り返ったそこには目と目が合ってるはずなの本来ね。ただ見えてないだけ。はあ、はあ、見たらきっと悲鳴あげてるって。なるほど怖い怖がりの人だ。なるほど。だから見えなくていい、うんうん、見える人は何らかの、ね、運命を持ってるんだよね。うん、見える意味を持ってる、うん、ちなみにロハコさんは自分の見える意味はどんな感じなの？分かんない。分かんないの、うんうん、何らかは持ってるんだろうけど、うん、その答えに自分がたどり着けるかどうかは分からない。なるほどなるほど。だからいろんな霊能力者がテレビに出てきちゃってるのは分かんない、うん、だからその力を使って解決、うん、ただお金暴利むさぼっちゃってお金すごく取っちゃってる人いるけどさ、うん、そんなに必要な
のかなとか思うけどね。ローコさんちなみに霊能力でお金儲けとかするの反対賛成ですか？少しならいいけど、うん、いくらぐらい？3000円とか5万まで。5万まではよ。疲れんだよ。疲れるの。ああ、じゃあ5万以上取るのはちょっと嫌、だなとか。ただロハコさんが5万円以内欲しいだけじゃないの。いやだからそうなっちゃうじゃん。だから、ロハコさんはちなみに5万円以下で仕事を請け負う霊能力。そうだね。なるほど、はい。ロハコさんはあのリーズナブルな対応してくれるので、もし取り憑かれた場合ロハコさんでしたら5万円以内でやってくれるそうです。まあお寺さんで7万とか8万払ってさ、それでいや何もなってないって言って文句言ったって、お寺さんは笑いしましたんで、まあ、ちゃんと見たでしょってやられちゃうんで。そうだよね、多分。ならロハコさんに5万払った方が絶対いい。いやそれを決めるのはリスナーさんの自由でいいんじゃない、なるほど。誰にかかるとかね。なるほどなるほど。お寺さんで済ませるとかね、うん、お寺さんで、お賽銭投げて、ね、受験が来りますようにって受かんないじゃん。それと同じ。なるほど。なんか家に植物置くっていう人いるんですけど、どんな植物がおすすめとかあったら。女の人は面倒見が良ければ別に葉っぱの薄いのでもいいけど、面倒見が悪ければ多肉種っていう、サボテン系の。サボテンも効果あるんだ。サボテンも多肉種なのね。なのでアロエとか。アロエ、他にも名前知らないけど色いっぱいある多肉種っていうね、種類の葉っぱで、砂漠自体の生き物でね、あの水を葉っぱの中に蓄える癖があって、はいはい、破裂するまで蓄える、ちなみにどこに置いた方がいいとかあるの？方角とか。自分の部屋でラップ現象があんまり起きてほしくないければ自分の部屋で育てる方がいいんで、人の部屋で育てたら自分の部屋は OK、 あのラップ現象 OK とかになっちゃう、心霊現象 OK ってこと。なるほど。で可愛がってなくても、単に水しかあげてなくて可愛がってなくてもあんまり効果なくなっちゃう。ちゃんと可愛がらないとダメなんだ。なるほど。こんばんは、高谷さん、いらっしゃい。はい、ワード2、ハッチ、いらっしゃい。筋トレやってますよ。次の質問です。新田義貞さんからの質問です。霊に取り憑かれるとどんな症状が出るんでしょうか、教えてください。どんな症状、人によって違うよね。千差万別ってほどすごい変わりすぎて。例えばよく見る多くある現象、その中でもよくこういうのは霊がついてる可能性あるよみたいな。寝言で男の声が出る。え、女の人でも、そんなことあるの、怖っ。男が喋ってる。へえ、マジ。それは霊がついてる可能性が高い。高い。なるほど、ありがとうございます。逆に男が女の声が出る。はいはいはい、性別が逆になると。性別ね、その霊の性別。八作さんはどつです。200名さんいらっしゃい。たくみさん、もしよかったら URL、 先ほどの心霊動画の URL を貼ってください。YouTube にニコ生史上最強に怖いと言われている、心霊動画、YouTube にありますので、もしよかったら YouTube 見てください。現場に到着するまであと1時間ぐらいかかります。でですね、もしよかったら YouTube の方、チャンネル登録してください。お願いします。俺の知り合い、霊に取り憑かれて四つ足で歩くようになったよ。ちょっと待ってよ、遅れるから1時間ぐらい遅れるって。あ、お願いします。写真を撮ったら手が変形してるのは何の意味があるんでしょうか。その時の霊体が、偶然重なって消えちゃってる時と、守護霊の警告、守護霊の警告時もあるんで、その写真を見ないと分かんない。例えばその守護霊の警告の時は手を怪我するから気をつけろよとか。なるほど。バカプレゼントありがとう、カズさん。バカプレゼントありがとう。
やー怖いですね、恐怖しかありませんね、非常に恐ろしいです。もしかしたら今日生きて帰れる可能性が、本当に少ない可能性が、僕は果たして今日無事に帰れるのでしょうか。やっと工事現場過ぎて着いたね。着きましたね、うん、これで順調に透明に入れれば、今度は透明に入っても左側走っててね、はい、川崎方面っていう方に分かれるとき左カーブがあるから、はい、まあ、直進と左カーブに分かれる。ちなみにその手の質問をした人はその後骨折をしたらしいです。ああ、じゃあ守護霊の警告だったんだね。守護霊の警告、うんうん、なるほど。じゃあその写真は撮っといた方がいいか。その写真は撮っといた方がいいらしいです、うん、あの守護霊の警告なので、うん、また警告が出るかも、はい、なるほど。写真の中に閉じ込められてるので、うん、他が消えるかも。首消えたら諦めよう。首が消えたらもう終わり、死ぬっていう、諦めよう、死ぬって意味だそうです、季節によって霊が出やすい出にくいはありますか。ないな、基本季節ではない。季節ではない。例えば時間帯とかありますか。ないな、ない。昼間の霊体と夜の霊体が違うだけ。なるほど。昼間好きの霊体と夜好きの霊体がいる。なるほど、うん、じゃあそれは昼活動してたか夜活動してたかみたいな。そう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 、なるほど。その違いをするのが日没。なるほどなるほど。質問、佐藤さん、昔の体験、霊が出る実家で起きてる時、私しかいないのに、布団がどんどん、へこんでいって霊が踏んでいる現象が起こりました。これは一体何だったんでしょうか。もう一度言って、実家に誰もいないのに、うん、布団がへこむ、こう布団、足跡みたいにこうへこんでいったと。で、これは何だったのか。そこにいる霊のいたずら。霊のいたずら。じゃあこれ子供の霊だったとかそういう感じ。いや、大人だって布団の上、布団をへこましとけば驚くかなというふうにあるんです。なるほど。これはじゃあただのいたずら、注意を引くため。なるほど、かまってほしい。かまってちゃうカマチョでした。はい、佐藤さん質問ありがとうございます。次の質問、新田義貞さんの質問です。霊には匂いはありますか。ある、うん、どんな匂い。線香の匂いだったり、うん、あのキムチの匂いっていうのが昨日あって、キムチの匂い、ニンニクとかって。で、それは韓国人の霊なんですか。アメリカ人が日本で死んじゃって、アメリカ人が日本で死んで、日本で食べた料理がそれだった、キムチだった、ニンニク系とかキムチ系だったから、ほう、その匂いで自分の存在をアピールしようとした。アメリカ人、日本で死んだアメリカ人が最後に食べたのがニンニク。最後じゃないけど、ああ、まあ、思い出に残った、思い出に残ってた料理がキムチとかニンニクだったと。ニンニク料理で、うん、その匂いがっていう。なるほど、なるほど、なるほど、なるほどですね。神様や水子はいますか。もう一車線左でいいと。はい、神様や水子はいますか。まだ透明インターの入り口入ってないんだよね。そうですね、うん、はい、次の質問どうぞ。それならこの中でもよかったけど、この速度なら左でもいい。あ、はい、神様とか水子とかっていうのはいるんですかって。水子はいることはいるけど、あんまり思念がないんで。ほうほうほう。意思の疎通ができしにくい。なるほど。水子は意思の疎通が難しい。神に近い存在はいるけど、それは同じ人間の霊体で、正しいことをやってきた人が死んだだけ。なるほどなるほど。神様はいるんじゃなくて、神様に近い存在はいて、それは徳の高い生き方をした人間だそうです。はい、神様や水子は以上です。和田さんは霊を見たいと思ってるの。俺はね、霊を見たいじゃなくて、正直に言うと霊は信じてないんですけど、あの霊を見やすい体質で、子供の頃から、あの今はね霊感そんななくてあんま見えなくなってるんだけど、昔から取り憑かれやすいのと、あとその見えたりっていうのが多いんですよ。で、子供の頃はもう見えるのが普通だと思ってたくらいです。だから僕は霊否定してるんですけど、見えちゃうっていう感じです。
はい、牛水時に本当に霊は出やすいんですか。ちょっと待って、たくみさん、はい、ちょっとローコさんに質問がちょっとね集中してるんでちょっと休憩しましょう。たくみさん、そっちで気がつかないの。たくみさん出ない。コメント打ってないね。トイレとかじゃないの。あ、来た来た。あ、どうも。はい、はい、今からですね、今止めに入ってるんですけど、もしよかったらフォローよろしくお願いします。ぜひフォローしてもらえると嬉しいです。面白いと思ったらフォローしてください。ドライバー僕の彼女です。どう行けばいいんでしょう。そのまま東名川崎に次がどこ。だから東名川崎に行くのに川崎っていう方向に行かないといけないんちゃう。まっすぐ行ったらどんどん琵琶湖の方行っちゃう。青バインターで降りたけど東名川崎の乗り方がわからない。場所はね、ちょっと、配信でのお楽しみです。僕の車じゃないよ。僕、免許も車持ってない。わかりました。ありがとうございます。また降りたら、今度ナビしてほしいところがあるんですけど。何ですか？青葉と境内っていうのかな？紀元の土二つ。台所の台で、青葉境内、最前列青葉境内で、そうそう、奥さん、奥さん、加納姉妹さんいらっしゃい。ありがとう。このまま乗ってれば川崎行ってインターで降りなくて、はい、そのまま乗ってれば次青葉と出るそうなんです、はい、インターが付け足されたんだって、はい、ちょっと川崎の方で降りなくていいって。ありがとう。川崎の次が青葉の出口だそうです。はい、フォローありがとうございます。フォローありがとう。ごわこさん質問、ちょっと例の質問とは別の質問なんですけど、うん、リスナーさんから、うん、とても、仇の風格には見えません、もしかして元ヤクザですかっていう違うよ、仇だよ。完全に仇の顔つきじゃないっていうコメントが来てます。仇ですか。ワドさん知ってんじゃん仇です。はい、はい、わらわら眉毛のせいでしょ。質問、霊道の実家、私以外どんどん病気になった、引っ越ししか解決策はありませんか。え、なんか実家の幽霊が出るところは引っ越しした方がいいですかって。みんな死んじゃったんだって。みんな死んだのは偶然かもしれないんで、霊視してもらうしかないよね、家を。なるほど。農家さん、ちなみに霊視は受け負ってんの今でも。ただその人が、その人に
あそっかそっか、もう運転手さんいない、うん、あほらスカイプとかで、あ無料になっちゃうね、おう、無料ではもうやんない方でした。あ今有料なんだ。そう3000円以上です。3000円、ロープソン、うん、何、やっぱしほら和藤さんにもマジ行くようにするのが少しあるんです。あなるほど。スワッチで和藤さん全然アイテムがさ1個も投げてくんなかったら嫌じゃん。これあれだよ、結構稼いでるよ、ふわっちで。だからさ、もし1個も投げてくんないでずっとみんなが見られてたらさ、ああまあ商売になんないね。でしょ、うん、それと同じように。なるほど、オッケーオッケー。ロハコさんの練習はスカイプ練習は3000円からです。もし練習してもらいたい人はスカイプでとか LINE とかで、3000円から受け付けてるそうです。 LINE だとね難しいかな。スカイプ、うん、キャプチャーし直さなきゃいけないからさ。スカイプがメインで、スカイプのがいいけど、まあ LINE もやってるの、うん、まあスカイプがなるべくいいそうです。スカイプ練習は3000円からだそうです。閲覧トップありがとうございます。閲覧トップだそうです今ふわっちで。え閲覧トップ、うん、それは和道さんの力だって。いや普段のんちゃん、うん、普段俺ね100人から200人だけど、今日は、253人で1時間放送して1700人見て今250人。ロハコさん珍しいみたいな、ちょっと話しかけて。 手が不自由なんでさ、うん、もうちょっと持つの辛いんだけど、うん、コメント読んだけど。コメント読めないって、僕老眼鏡だから老眼鏡持ってきてないから。あそっか、うん、俺が読むしかないのか。うん、うん、オッケーオッケー、はい、そっか老眼鏡、もう老眼になっちゃったんで。じゃあロハコさんもう50、いくつだ今。51か、今年2だ。緑山スタジオ方面っていうのが分かんないですね。ちょっと僕場所本当に知らないです。場所はもし近場に心霊スポットあるんだったら寄りますよ。うん、滑舌僕悪いんですよ、すいません聞き取りづらくて。あパチパチありがとう、閲覧トップありがとうございます。ぜひ皆さん楽しんでいってください。そうですね、もうちょっと1キロぐらいです。もう1名配信者さんあれだよね、プラスだよね後で。うん、もう一人あの心霊配キャス主さん、キャス主さんが方で合流します。その人の心霊スポットに追随する。あそうなんだ、はいはいはい。あ俺じゃないの、ロハコさん。ロハコさんはあのニコニコ生放送で人気の生主さんで、あの暗黒ファミリーですね、横山みどりさんの一派です。心霊スポット、僕はね、千葉県、大丈夫？大丈夫？うん、灰皿ここにあるから。え、ここにあるの？ここにあるよ、車だもん。あ、見えなかった。僕はですね、あの千葉県成田市出身で、成田の心霊スポットはほぼ全部行きました。47カ所くらい、活魚とか、いろんなところですね。僕は一番怖かった江戸城とかですね、うん、僕は40何カ所行ってます、若い頃に。今までそんな感じです。久々半年ぶりですね。僕自身あんま心霊配信者じゃないんで、僕はサブカル雑談系配信者です。で今年から日本全国旅するんで。あ僕ジョン・レノンじゃ僕のことかな、丸メガネだから。僕はね生主ですよ、もう、3年と8ヶ月やってますね。雑談系のサブカル、アニメとか宗教とか、テレビ番組とか、なんだろう、いろんななんかサブカルが好きで、サブカル系雑談配信者ですね。和子さん友達なんですよ。藤ヶ丘とかに右行っちゃおう、うん、渋谷って書いてあるよ、うん、いいの、とりあえず右でいいの、右に行って降りたとこで、あ見たことある、交番探そう、交番探して道聞こう。和子さんはね、あのちょっと体が弱いんですよ。あのまあ見ての通り虚弱体質っていうか、ちょっと病気がねあれなんで、咳はそのせいです。あ、咳はタバコ、あ、咳はタバコでした、すいません。タバコでむせてるだけだそうです。
どうだろうね。まあさっきも URL 貼ってもらったけど、ニコ生で一番怖かった、ニコ生史上一番怖かった心霊現象を起こしてる系の配信者で、僕自身はあんま心霊配信者じゃないんですけど、心霊現象かなり結構多いんですよ。さっきの動画怖かったでしょ、見た、みんな。さっきの動画 YouTube に動画あるの見た、怖かったでしょ。ね、全然ね、一度、そうだな、一応今コンビニのさ、パーキングあったら入れて、はい、もう横浜着いたの。横浜です。横浜さんと絡んで心霊現象起こんなことかったことは一回もないですね。それくらい有名なコンビです。僕は認めたくないんですけど、毎回だよね、ロアコさんと絡むと心霊現象。いやー、ワドさんがそんだけの素質がある、僕は跳ねのけちゃうんですか。なんか取りつかれやすい体質みたいですね。駅って書いてあったか、よく読んだ。青葉台駅です。青葉台駅、他にないね。ちょっと待って、たくみさん今電話してるから、たくみさんが URL 貼ってくれるから。過ぎちゃったかも。ちょっと待ってください。誰か俺の心霊動画 URL 貼れる人いたら貼ってもらえると嬉しいです。 YouTube の URL、フォローありがとうございます。青葉台駅の先、青葉台駅の次の信号機が白鳥台という信号機です。前か後かどっちかなんですけど、これで一度左折して、さっきの青葉台駅の交差点に戻ることが可能です。左折しちゃうの、んちゃん。はい、あ、まだ先かもしれない、ね。まっすぐ行こう。まっすぐまっすぐ、いいよ。まだまっすぐでいいの。うん、いや、まだ先かもしんないんだって、青葉台が。あ、そうなの。うん、あ、今 URL 誰かが貼ってくれると思うんで、ちょっと待っててください。誰か僕の心霊動画の URL 貼れる人を貼ってくれると嬉しいです。県道40号かな。県道、はい、今40号です。次は県道40号です。あの、ま、公園のやつかな、公園のやつ、ツイッターで10万再生いったっていうタイトルのやつ。心霊これからですよ。ドンキホーテが過ぎた、ドンキホーテ過ぎた、ドンキホーテを過ぎました。え、ドンキホーテ、メガドンキってやつ。メガドンキ、次左行くと中山って書いてありますけど、長津田、長津田中山って書いてる。ありがとう URL。 これから心霊配信、はい、すごい逆逆
だから、だからちょっと左行った方がいいね。どうすればいいの？ Uターン、Uターンして、その信号からこっちの右で Uターンでいいじゃん。 Uターンでいいの？たくみさん、右で右折で Uターンはできないから、さ、一度左折で、左にあったでしょ、左にあったよ、うん、U ターンするよ。うん、U ターンする。青葉台駅に行くためにその右折車線入っちゃう。U ターンできる。うん。あ、乗っちゃう。戻っちゃっていいんでしょ？あ、ちょっとでも。あ、ギリギリ行っちゃう。右折できないかも。なんでそこ右折ラインだったんだ。え？右折ラインなの？いや、今書いてあったよ。違う。違うの？中央線越えてるじゃん。え？え？右折なんで。あ、ここ右折なんで大丈夫。うん、大丈夫。ナビがね、ないんですよ。壊れちゃってんの。あ、今、戻った。戻った。あ、ナビ戻った。今、青葉台の方に戻ります。了解です。じゃあ、青葉台駅近く行ったらもう一回。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい。青葉台っていう信号機があったら、それ右。あ、はい。さっきの行っちゃったかもって言ったやつ。そうですね。うん。はい、皆さんこんばんは。楽しんでいってください。今日は閲覧多いんで初見さんも多いと思いますが、今から心霊スポットに行こうと思ってます。スマホ俺が配信やっちゃってるからさ、できないんだよ。よろしくお願いします。みんな楽しんでってね。心霊スポット人気なんだね。俺人気ないと思ってたけど、もう270人超えたよ閲覧。動画怖かったでしょ、うん、生意気な口聞いてんのよクソガキが。俺今生意気な口聞いた？みんな楽しんでってねって言っただけじゃん。初見さんいらっしゃい、みんな楽しんでってねっつって、なんで生意気な口聞くなクソガキがって言われないといけないの。しかも俺クソガキって言ってももう31だぞ。結構いい年だぜ。なんで俺怒られた今。全然意味わかんねえんだけど、どうした、なんで俺怒られた。どういうこと。心霊動画後半に広告見ないに出て見れない、あれどうにかならない。あ、あれね、消さないとね。うん、消すよ、うん。あ、マドオさんだ、久しぶり。マドオさん、義母マドオさん、義母愛子さん来たよ。うん、義母さんいらっしゃい。ノンタン運転お疲れ様、ありがとう、ねぎらってくれてありがとう。ナビ入力できるようになった、なったけど今無理。運転中は、うん、運転中は無理だけどさ。ヒデピョンいらっしゃい、こんばんは、楽しんでってね。一回止めれば、丸くなった。なんか駅って書いてある。青葉台左って書いてあったね。ああ、そういうことか。あ、そういう時ね、リプライ全然うちありなんで、リプライで、レスバトルやってもらえると嬉しいです。僕、アスペなんで、俺に向かってなんか言ってるのかと勘違いしちゃうから、レスバトルするときは、リプライ機能を使ってください。いや、結構例出ちゃうんですよ、僕の放送。まあ、さっき URL 貼られたと思うけど。全然なんで怒られたんだろうと思って、何も言ってねえのにと思って。牛ヶ丘駅、うーん、分かんない、やっぱ左だったんだ。青葉台って書いてあったよ。書いてあった、駅って書いてあった。そっちってなく、うん、そうそう、でも行かれない方向だった。下道があるのかもしれないです。あ、下道があるのか。いや、僕は分かんない。
練習能力とかないし、俺当日全く気づかないで後で見てゾワッとしたぐらいなんで。店員さんいらっしゃい。もう着くよ。もう着くけどね、迷子なんです単純に。だから車を止められるところに行って車を止めて。もう着くと思いますよ。もうすぐ。もう30分以内に現場に着く。ここは怪しいところなんで、うん。じゃあそこでハザードしちゃう。はい、ワトツーいらっしゃい。うん、気をつけていくよ、ありがとう。住所、僕が今探すね。うん、ちょっとでもまだその辺分かりづらいって。246は神奈川県、神奈川県。あ、まだ今、え、ダメだった？分かんないんですよ。電話番号で入力できる。いや、ナビが壊れてんのこれ。壊れてる。一回エンジン切って30分ぐらいすると復活するんですけど、うん、じゃあガソリンスタンドかなんかで聞いちゃおうか。そうですね、そこで聞く、うん、で一滴も入れないけどさ、うん、その方が早いかもね。こんばんは。交番がいいんだけど一番、うん、バドさんもついてきてさ、その撮影用でさ、うん、交番のお巡りさん顔は映らない、首から下。うん、うん、はい、もしもし、はい、もしもし、はい、もしもし、つくまで近代の方がいいかな。今市ヶ尾駅っていうところです、うん、市ヶ尾駅、市ヶ尾駅ってとこにいる。駅違う、うん、今246から下降りた。上道使ってたんで左折できなかったの。青葉台に、うん、陸橋の上へ走ってて、で市ヶ尾駅ってところにいて今走ってるんだけど、交番探してんだけど交番がない。あ、市ヶ尾駅に対して246で市ヶ尾駅にのんちゃんこっちだと行けるのかな。ありがとう、匿名さん。今3人いますけど、もう1人と合流しますよ、心さん。ごめんね、コメント遅くなって。10時合流のはずだから、相当待ってる。今多分青葉、なんとか入口とは書いてある。なんとか台、あそこが使えたんだろうな。俺セルフでしょ、セルフは人いないもん。ロコさん、ロコさんだよ。わかんない。ガソリン入れたことある人ないか。セルフってか、人がいる。セルフ人いるよ。人いる？わかんないと思うよ、バイトが。わかんない。なんてだろう。地元の人だから。で、僕らずっとずる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 まっすぐ行ってるけど、大丈夫かな。どこに行けばいいの？あの、たくみさん、246ってさっき走ってたのが246なの。だけど246は上道と下道があって、青葉台には曲がれなかった。ガードレール青葉台曲がれる。だから それは下道なの。上道通ってるから。青葉台ってどこ降りれるから、うん、それ知らなかったから右左折って降りれなかった。
青葉台左って書いてなかった？あー、風船ありがとう、ギリチョコありがとう。信号から降りる左の山道ぐちゃぐちゃ。信号機の名前言わないと。市川高校前。市川高校前だって。いや、わかんない、全然僕ら全然ナビ動いてないからわかんない。どうすればいいの、俺らは。標識、標識もない。標識ない、何も。今一般道、一般道246じゃない。一般道の市川高校前、市川高校前っていうところを過ぎたところ、信号機で中央分離帯、中央分離帯があるのですぐ U ターンできる。どうする？俺が、うん、どうしよう。どうすればいいんだ。待ち合わせ場所も俺分かんないし、ま、待ち合わせさ、もう待ってる、ちちれて待ってるところ。いや、違う、場所が分かんない。うん、うん、こっからどのぐらいの車で何分ぐらいのところ。今、うん、一顔だったらまだ30分以上かかるよ。30分以上かかるの。うん、のんちゃんが分かるように綺麗になびってくれるとありがたいんですけど、一顔高校前っていう信号機を過ぎたところで今停止中です。のんちゃん246に戻れるか聞いてみて。の言って、のんちゃん、あ、はい、じゃあ戻ってみます。中央分離帯があるので気をつけて。はい、ゆっくりでいいんで。で、ね、246出たら、もしもし、はい、246出たら、はい、厚木方面ね。あ、はい、わかりました。僕は毎日やってますよ、配信で飯食ってるんで。中央分離帯があるから。僕は毎日やってます。あ、ここで切れた。U ターンしました。了解です。あ、ありがとうね、心さん、ありがとう。それは思った。風船プレゼントありがとう。アイテムありがとう。和道の過去の動画に、ね、変な男の声入ってた。もうそんなのしょっちゅうだわ。ポスターの目がウィンクしたこともあるよ。いろんなこと何回も起こってるわ。人が後ろに映ってたりとか、声が聞こえてラップ現象ひどいのとかもう頻繁にあります。
風船プレゼントありがとう。懐かしいね、ポスターね。超怖かったよ、あれ。これから行く感じだね。いらっしゃい。楽しんでて。たくみさん、一度切ります。他の人の、ね、が、ちょ、うん。あの、うん。とりあえず、厚木方面に乗ったら、またすぐ連絡入れ直します。了解です。心さん、ありがとう。インカー出しっぱんじゃない？大丈夫なんだ。厚木方面だから24度。タッチ悪いな、それ今日、心霊現象起こるかな。みんなの予想どう。今日、心霊現象起こると思う人、手挙げで。何も起こらないっていう人は手下げで。どう思う。怒る人は手上げ、何も起こんないっていう人は手下げ。これだけで十分怖い何にもしてないっていう何にもしてないのに怖い。手上げ多いな、やだな、怖えな。嘘、みんな嫌な予感する。今日え、全員手上げなの。え、行きたくねえんだけど、俺超嫌なんだけど、マジで怖っ。うそ。あ、出ますよ。便所太郎さんの格闘技の大会出て、僕テルチャンピオンとカードが決まってるんで、よろしくお願いします。希望的観測？マジか。そうなんだよね、ロハコさんいるとき必ず映ってるからね、毎回だからね。うん、そうなんだよ、高確率で起こるのみんな知ってるんだよ、俺とロハコさんのコンビは。もしもし、はい、乗りました。どうすればいいでしょう。続けてください。あ、続けてください。聞いてます。今のんちゃんの耳に当ててるんで。あ、はい。一番左車線でした。あ、はい。あ、見えた見えた見えた。どうすればいい。見えたよ、もう。あ、これ、この先 500m。 え、びっくりドンキー。びっくりドンキー、この先 500m を左って書いてある。そうそうそう。あ、見えた見えた。うん、あ、ありました。はい、大丈夫です。はい、オッケーオッケー。オッケー。ここ死亡事故多いんだ。本当だ。さっきのところじゃない。さっきのところじゃない。え、左？え？下に降りるんだってよ。いや、だから降りる場所が出ないんだよね。え、もうドンキホーテ来ちゃったんだけど、もう過ぎた？びっくりドンキ来ちゃったけど。じゃあびっくりドンキじゃない、ドンキホーテ。ドンキホーテ。
たくみさん、メガドンキってやつに来ちゃうんだよ。行けるかな。ちょっとそこで止まって、いいよいいよ、もう無理やり行こうよ。そこの人に行くでも、なんかね、どうしてもびっくり、ドンキホーテに来ちゃうんだよ。ちょっと待って、そこの人に行くからいいでしょ。いいよ、道行かないと分かんないけど、うん、地元の人なら知ってるのに。うん、あ、ロックが入ってる。なんでつかないんだろうね。つかない。どうやればいいか。はい、あ、こうか。青葉台の駅に行きたいんだっけ俺らは。いや、わかんない。なんか、近くの、なんか、ガスト？ガスト？まず、どこに向かってるのか俺らがわかんないっていうところがまず、致命的なんだよね。ロアコさんしか場所知らないんだよ。ニックさん、風船ありがとう。アイテムありがとうございます。そうだよ、僕の彼女が運転してますよ。のんちゃんでーす。なんで？ハンドル操られず、いや、そういうことじゃないんだよね。太ってるよ、ナビ使ってないよ。ねえ、ね、え今地元の人に聞いたら、青葉台は道路の反対側なんだ。道路の反対側、この坂降りてって左に曲がってまた左に上がると道路の上に上がれるので、道路の反対側に行って、道路の反対側の向こう側にあるんだって。こっちじゃないって。向こう側ってどこ？ごめん、アスペだから分かんないわ。青葉台はこっちじゃなくて、この中央分離帯、ちょっと待って、動く。住所の書いてあるとこで止まって。もしもし。あ、もしもし、お疲れ様です。お疲れ様です。今ね、青葉台の近くで迷子になっちゃって、どうしようって地元の人にちょっと聞いたりして、あっちだこっちだってやってるとこで、マルチさんに来てもらった方が早いかなと思って。今、住所の分かるとこに移動するので、ちょっと待っててほしい。5分ぐらい。そしたら特定できるものがあれば、マルチさん。ドンキじゃダメなのこれの。うん、ドンキホーテでかいじゃん。ドンキホーテわかるかな。246沿いのドンキホーテ。ヤマダ電機の先にあるドンキホーテなんだけど、そこのドンキホーテの手前を曲がったところに今停止してるのね。はい、よろしくお願いします。東京方面の、東京方面に向かって左。あ、今厚木方面。あ、厚木方面に向かって左だ。で、なので全然地元の人に聞いたら道路の全然反対側だよって言われちゃった。でも、たくみさんのナビだと左って言われたので、左行っちゃった。だから全然向きが違ってたんで。チャリワさんにはいない。飲んじゃってて、ダメ。潰れちゃって。わかりました。
ドンキホーテにしますか。じゃあ僕はドンキホーテ今歩いて見てくるので、うん、じゃあドンキホーテに車回しちゃうよ。あ、車回せる、うん、だって買い物しないと無料じゃ ないんじゃない。大丈夫、ダメなの、コンセント探せよ。うん、うん、いいよいいよ、うん、買い物する、うん、じゃあドンキホーテ行こう。うん、うん、ドンキホーテ行ったら領収書もらって住所言う。はい、うん、はい、よろしく。はい、はい、お願いします。おい、ホーリーおじさんいらっしゃい、今日は新年配信です。これ言うたんで大丈夫じゃない、うん、大丈夫だ。ライライ、あ、見えねえや。とりあえずライトは見えない。こっちの影になってる。何のライトも見えない。大丈夫。とりあえず何も来てない。うん。やろう。うん。大丈夫。車が一台入ってきた。風船ありがとう。そうだね。昔はね、みんな車の中に地図載せてたよね。懐かしいね。そうだよね、地図ってもう車に乗せてる人いないんじゃないかな。ドンキの入り口はどこだ、ここかな、うん、レプテリアンはさすがにこんな配信見てないと思うよ。300人超えありがとうございます。300人超えありがとう、みんな見てくれてありがとう。もしよかったらフォローしてください。雑談系配信者の和道の放送です。よろしくお願いします。アクティブ300ありがとうございます。はい、和道2いらっしゃい。あれだね、田舎だからお金かかんないね、うん、うん、ギルチョコプレゼントありがとう。とりあえず喉が乾いて、そうだね、買い物行こう、うん、ここほら田舎だからさ、駐車料かかんないよ、うん、うん、はい、だね、はい、ワード2、天音くんありがとう、チョコはいだ。今出てくるところがあった。うん。そうそう、ロファコさんとコラボだよ。ゆうかさんいらっしゃい。ロファコさんいまーす。安心でってね。え、入られちゃった。あ、そこ開くじゃん。あ、そこ開くね。風船10個ありがとう。うん、高橋さんお休み、止めないよ。はい、風船10個ありがとう。のんちゃんにバレンタインデーのさ、プレゼントでベルト買ってもらった。ベルトプレゼントされた。似合う、このベルト。本革製のさ、ベルトなんだけど。今日さ、朝アマゾンからプレゼント届いて、のんちゃんがね、プレゼント買ってくれた。これベルト。バレンタイン。うん、本革。すげえじゃん。かわいいでしょ。のんちゃんのプレゼント、ベルト。
ここも本革だよね。んこれも全部本革だと思う。あ、チンコは本革。ちょっと皮が余り気味。そうそうそう、本革っていう。本革本革。ロハコさんです。僕はそこでそのネタをぶっ込まないと話になる。下ネタ大好きだもんね、うん、いや、とりあえずあのここで合流することになる。うん、ポカリ。じゃあ、カー用品を見てくる。うん、トイレ行きたいな。でかで、俺ちょっとトイレ行ってくるわ、うん、で、プラプラしてて車の前集合でいい？はい、うん、ていうかみんなは俺の放送見れるか分かるよね、うん、見れてる、放送見れてたら手挙げて。すげえでかい。ありがとう、もっこりおじさん。すげえでけえな、ここ。トイレ行きたい、トイレ。うわ、ここすげえわ。ドンキ大好きだからな。見えてる？映ってる？大丈夫？電波あるか？トイレどこだろう？あ、青じいだ。俺の大好きな青じいがいる。青じいいらっしゃい。すげえな、やっぱ地方の方がドンキとかでかいな、規格外に、見れてる、ありがとう。懐中電灯とか買った方がいいのかな。トイレがない。トイレ行きたい。すげえでけえドンキ。すいません、お尋ねしたいんですけど、トイレってありますか？下で。ありがとうございます。トイレ下か。あ、心霊配信ね、今ね、まだ現地に着いてないんですよ。30分後ぐらいにスタートだと思ってください。うん、今向かってるところですね。ちょっと道に迷子になってしまっていて申し訳ない。ミノタンさん、もうしばしお待ちを、もしくは30分後ぐらいに来てください。最近石川紀之の見てない心霊配信の録画見てる。見てない心霊配信ってなんだろう。これが3階建てなのか。下ってどこだ。トイレ、トイレどこ。え、トイレどこ。え、トイレないんだけど。下って言ってたよね。喫煙所はあるんだけど。見逃した。はい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 。え、トイレどこだ。トイレ、あー、ここか。ちょっと音切るね。
よいしょ、音聞こえる？クイズ戻りやっしゃ、タバコ吸おうか。喫煙所でタバコ吸います。あ、タバコもう少ねえ、後でタバコ買おう。どこなんだろうね、心霊スポット。この辺有名なところあんの？有名な配信スポットあんの？知ってる？誰か、この横浜の青葉とかの方で。神奈川県の人じゃないと分かんないだろうね。幽霊早く見たら幽霊映るか分かんないよ。どうなんか期待に応えられるかどうか分かんないかんね。俺自体は結構心霊配信あんま乗り気じゃないんだよね、怖えから。迎え来た？もう着いたみたいよ。その近くだと、麻生区の電車トンネルで女性が引かれて出る。へえ、トンネル、電車の。怖っ。へえ。ちょっと喉渇いたから飲み物買ってもいいっすか？何飲もうかな。モンスターエナジー買う？なんかおすすめのドリンクあります？モンスターエナジーにしようかな。なんかキャスの人と合流するみたいよ。うん、ロハコさんの知り合いの人と合流するって聞いたよ今日。俺は全然相手の配信者の名前も聞いてないんだけど、多分その人なんじゃないかな。どうなんだろう。レッドブルにしようか。じゃあレッドブル買います。レッドブルがね、もうちょい安かったらいいんだけど、300円ぐらいすっかんね。高いよねレッドブル。じゃあレッドブル買いましょう。ケーキ好きに。さっきもでも1本飲んだけど大丈夫かな。2本も3本も飲んで。レッドブル、レッドブル安っ。オレンジーナ1本58円だって。え、めちゃめちゃ安いじゃん。え、何この価格。オレンジーナ安っ。レッドブル売ってるかな。チアシードとか飲んだらダメ。チアシードとか飲んだら、乙女が飲むやつ、チアシードバジルドリンク、こういうの飲んだらダメ。バジルシードだって。レッドブル売ってんのかな。何これ、キングオブエナジー。これ知ってる？みんな見たことある？これエクストラだって。第3の力、
エクストラキングオブエナジー、これドンキのオリジナルメーカーかな。これ飲んでみる。知らないのいっぱいあるんだけど、ゴッドとかさ、神コーヒーブラック、これ飲んでみようかな。どっちがいいかな。ゴッドとエクストラどっちがいい。ゴッドとエクストラどっちにしようか。高くないよね、うん、168円と188円。ブラックとちょっとこれなんかご当地もの行ってみようよ。エナジードリンク界に神降臨、ブラックアウトだって。どっちがいいかな。ブラックアウト、ゴッドとブラックどっちがいいですか。値段による。168円が小さくて、こっちはなんか500ミリで188円。まずいのこれ。あ、じゃあやめるわ。あ、教えてくれてありがとう。まずいらしいわ。どうしようかな、何飲もう。まずいんだ。まずい、てかレッドブル置いてねえのか。いや、まずいからやめるわ。まずいって教えてくれたリスナーさんが。バジル、ちょっとじゃあ乙女のこのバジル行くわ。バジル、あ、まずいんだって。もうバジルシード飲んでみるわ。これにします。ごめんね、もうまずいって聞いたら飲む気しなくなっちゃった。ヨーグルトドリンク1本30円、安っ。ドンキホーテやべえな。30円だってよ、やばくない？すげえな。これアサイ好きなんだよな。アサイ、アサイ500円すっけど、アサイにしようかな。アサイにしようかな。500円のドリンク飲んでいいよ。アサイって超体にいいやつなんだけど、アサイのチアシードにするわ。600円するドリンク、うん、そうそう、カエルの卵みたいなやつで。アサイってすごく体にいいやつがあるんだけど、アサイ大好きだから超濃いやつ、血の味がするやつ、これ買うわ。アサイドリンク、あー、いいえ、量が多すぎる。チアシードにしよう。ごめんね、優柔不断で。チアシードにするわ、やっぱり。いや、チアシードにする、量が多すぎた。ちょっとあの量アサイ飲んだら頭おかしくなるわ。ごめん、結局マンゴーにするわ。マンゴーチアシードにする。すいません、タバコってここにあるだけですか。あ、そうですか。アメリカンスピリットのメンソールライト。メンソールライト、おしいですか。はい。血の味、鉄の味だね。鉄分がすごい豊富で。うん。アサイはね、フルッタっていうところがうまいね。フルッタ。超スーパーフルーツ。超体にいいドリンク。うん。超うまいよ、アサイは。あ、ありがとうございます。お願いします。はい、お願いします。3円あるかな。あ、じゃあ1000円で。はい、はい、あ、レシートいいです。はい、どうもです。ありがとうございます。タバコ好きなんだよ。タバコやめる気は全くないね、俺。タバコやめる気全くない。腹減ってきたな。心霊スポットでどんちゃん騒ぎやる？酒盛りする？面白いかもね。あ、いたいた。あった？いくらした？まだこれから買う。買うの？いくらなのそれ？1800円。これ出そうか。あ、これでも300ワットで大丈夫？300ワットとかよくわかんない、やってみようよ。うん、
ました。飲み物とかも買えば。タバコも売ってたよ。タバコはレジで売ってる。今日安いね、ドンキ。地方本当に安い。アサイ安いな。アサイってこれね、超いいんだけど、アサイこの値段で手に入るのすげえ羨ましい。俺 T シャツ1枚でいつも寒いよ。はい、ワドツーマーさんいらっしゃい。冷えてるのもあるよ奥に。有機アサイ飲んでみようかな。あんまいいのないけどね。喫煙所了解です。今向かいます。買ったら、よしそください。あ、それです、それです。はい。あ、場所わかんないんですよ僕、申し訳ない。和道で、平和の和に道と書いてください。平和の和に、平和の和に道路の道で、はい、明細は、明細は、どうしよう、機材代で、ああいいです、明細いらないです。はい、はい、今キャンペーンやってます。はい、ありがとうございます。もうすぐ行くから、もうちょっとで。今ね、あのキャスの人と合流するんで、ちょっと待ってください。トイレはね、下にあったよ。あ、間違えた。こっちだ。300名さんいらっしゃい。幽霊出るまで見届けんの、マジで。出なかったら申し訳ないな、なんか。のさんはどつー、いらっしゃい。いや、対マンしないしないです。絶対嫌です、喧嘩弱いんで。こっちこっち、そこトイレだよ。はい、そこに喫煙所あるから、そこいるよ。はじめまして、和道です。よろしくお願いします。丸一さん、よろしくお願いします。既婚者ランキングの金メダリストだ。既婚者ランキングって何？ニコ生既婚者ランキングは横浜みどりさんだけど、キャス既婚者ランキングは1位は丸一さん。既婚者で人気の配信者ってこと？違う、僕の
なんだよそれかよ。イケメンだもんね。未婚者ランキングもあるけど、既婚者ランキングのキー。あ、1位なんだ。あ、でも分かる気がする。ロンゴさんタイプっぽい。優しそうな人好きだからね。すごい性格良くてね。ぶったくて。うん。ロンちゃんは。ロンちゃん今トイレ。ロンゴさん見たいって。俺の顔見たくないって。え？僕みたいに、うん、ちょっと待ってタバコ吸って。うん。なんかロハコさんにみんな期待してるみたいよ。だって閲覧3倍ぐらいになってるもん。3倍？うん、300だ今。いつも利用、いつも利用してくれればいいじゃん。いつも呼んでくれれば、放送で、うん、で、もう俺的には結構先輩に絡んでるつもりなんだけど、半年ぶりだと思わなかった。いや、全然、だってほら、お音楽部の方で忙しかったじゃん。確かに。で、ドラムもやってるしさ。そうそうそう、ギターも最近買ってギターも始めて、うん、頭寒そう。寒くないよ。うん。早くロコさん出してよ。出たよ。うん。ここね、ドンキの中の喫煙所。うん。頭寒そう。寒いかな。心霊配信メインのさ。いや、今最近ですよ。もともとそんなにやってなくて。寒くないよ。みんな質問あるかな。老眼鏡だからあんまり難しい感じとかは無理なんでね、あの難しくない感じでお願いしますね。はい、こんな服でね。うん、すごいの。うん、今だいたいな、あのキャスが70人ぐらい。すげえ。すごいよ。この前72人いったから、ね、5だった。うん、すごいよ、どんどん伸びてる。それすごいっすね。うん、すごい、かっこいいから。うん、キャス始めたのが7月なんですよ。うん、いや、まだ半年ぐらいか。そうですね、すげえ。ほぼほぼリスナーがあったんで。はいはいはい。のんちゃん来たよ。ねえ、のんちゃん、はい、この方がコラボするマルイッチさんで、はい、ここに来てもらった。もうこれ以上迷子すると大変かなと思って。全然わかんなくて。うん、早かったよ、来るの。さっと来てくれた。うん、あのここすごく目立つ場所だったから。うん。のんちゃん映しちゃいけないの。のんちゃんは出たがりじゃないの。うん。結びの薄い緑は何ミリ？これは1ミリです。お、ショーゴローさんだ。1ミリの面積。珍しい。ショーゴローさん、ご無沙汰する。結構 80% の爪度だからね。そうなんですよ。うん、長持ちするんですよ、これ。うん、誘導大変だね。原因だね。原因。うん。入れてくれました。うん、あの今度からバレッジさんの車についていけばいいだけ。信号で離れちゃっても多分曲がれば止まってると思う。はい、多分ね。俺も40キロぐらい出してきて。あ、ちょっと足痛い。結構体柔らかい。疲れちゃった。もう外事ってコメント流れますよ、これ。外事って言われます、外事。外事？外事。外事って何？障害事。あ、だって障害持ってる。うん。でけえ。でけえ。あれはちっちゃいね。ロゴさん結構小さいの？そう、マリッチさんぶったいやん。でかそう。なんでしてるの？ちょ、のんちゃんに教えたいよ。勝手な想像ですから。指太いのもぶっといで決まってるじゃん。ロゴさん眺むよね、かわいいよね。
おじいちゃんとか言われてる。だって51だもん。51でおじいちゃんまだ早いし。大丈夫？死なないで。大丈夫本当。見せた。本当はね、ロハコさんタバコやめた方がいいんだけどね。タバコやめるにはさ、マルチさんのさ、なんていうの、足りない。何言ってんの。外事だよ、外事。完全な外事。喫煙所で足伸ばしてか。完全に外でかいかんね、ロハコさん。立った。でっけえ。このでっけえな、ロワコさん。ロワコさんめちゃめちゃでかいから180超えてるからね、身長。びっくりするよ、本当に。超でかいからね。でかいぞ、うん、のんちゃんが150ぐらいなの、身長。規格外にでけえかんな。進撃のロハコとか言わで笑わせないで、本当に。ロハコさん行こう。今、のんちゃんここまで車乗ってくる。あ、本当に、うん、ロハコさんね、引きで見るとみんなでかいでかいって言うんだよね。いや、これくらいじゃないとフレームに収まんない。でっけえな。いや、俺のもっこりはでかくないよ。そう、超猫背なんだよ。多分ね、俺の予想を背筋伸ばして骨格矯正してちゃんと伸ばして190ですよ。そう、もう存在がすげえからな。これは緑さんが美味しいと思うよね。足長いよ、ロハコさん。めちゃめちゃ足長い。貴公子とか言うね。いや、でっけえよな。これ子供が見たら泣くレベルだよ、本当に。はい、じゃあ行きましょう。よいしょ。行きまーす。よいしょ。パッチンパッチンのおじいちゃん死んじゃったでしょ、島崎さん。あ、これつけられそう。もうちょい、うん、そうだね、つけたい。今、出てくるやつがさ、俺やるよ。そう、俺も小さい人だと思ってたから、ロハコさん実際生で会った時震えたよね。でかっと思って188だっけ、ロハコさん。181。そんな小さくないよ。 1.5、 うん、多分もっと大きいかもしれない、うん、いや、合体があるから大きく感じる。いや、なんか猫背で測定がおかしいの。佐田さんはだって190だから僕よりあ、サダはでかい。サダは化け物、本当に。このまままっすぐ心霊スポット行くそうです。はい、いい、うん、これちょっと行ってもらっていいですか。うん、こっちでいいよ。あ、怒りのまんじゅう固さん、そんなでかいんだ。
181より全然でかい。ロアコさんはどこで枠開くの？ニコの前。あ、ニコの前やんだ。うん、言っといた。うん、はい、で、ワドさんは多分ふわっちだろうけど、うん、その場所ふわっち放送無理そうなんだって。なんで？電波弱くて。あ、そうなんだ。だけど、持ってるのが Wi-Fi がドコモ系列だから、うん、もしかしたら OK かも。その一箇所しか行かないわけじゃないんだって。あ、そうなんだ。うん、うん、オッケーオッケー。うん、ロコさんの枠みんな待ってるみたいね。早く開いてとか言って。うん、俺身長171だからチビだよ。シートベルト絶対するもん。助手席の死亡率が高いからね。うん、うん、いや、平均俺チビだって言われるよ。昔からチビだと思ってたし。だからね、小学6年生で卒業するとき身長168あったんですよ。だからそれこそ頭2つぐらいでかかったのね。早熟の家系なんですよ僕。身長だから3センチくらいしか伸びなかったんだよね、中学入って。マジで一番でかかった学年で、学校で。平均身長上がってる？ああ、どうなんだろうね、あんまり気にしない。もう身長は別に自分の身長嫌いじゃないしさ、チビで全然いいやと思って。動きやすいし。飲んでるやつまあまあうまかったね。ただ200いくら、250円ぐらいしたけど、そんななんか健康っぽいドリンクだった。うまかったけど、なんかつぶつぶが噛めなくてドゥルドゥルしてて、歯ごたえとかは楽しめなかったね。チンコは歯ごたえあっていいよ。下ネタだよ、がっつり下ネタだよ。そうそう、シャカちゃんはお留守番。持ち帰りですね。いや、既婚者なんでさ、あ、一線を越えられないわけがある。え、今未婚者ランキングは誰が一番好きなの、ロハコさんは？うーん、今空席かな。空席？ゼンタロさんなんだけど、うん、ゼンタロさん放送やめたんだね。あ、そうなんだ。なんで今休止中なんで、うん、どうしよう。寂しいです。金メダル外れちゃったし、うん、今のところ一番キャスで一番好きなのはベジョ太郎さんかなとかね。ベジョさんももっこり大きそう。ベジョさんチンコでかそうだよね。腹筋が割れてんだわあの人。あ、そうなんだ。うわち放送の時ね、お腹が出てたさ、腹筋さ出てた。かっこいいな。え、なに、エビゾさんふわっちやってんの？うん、じゃあベジョ太郎さん。え、ベジョ太郎さん腹筋割れてないよ。割れてるよ。え、あはらボーンだよね。ボーンボーンだけど、筋肉がキッと出てた。おお。横筋肉。はいはいはい。ベンジョ
太郎さん腹筋は割れてないでしょ。ミク太郎さんの具は地方さんたまに見て、うん、うん、気をつけて向かうよ。ありがとう。もう着くからね。太ったのでも最近ですよね、ベチョ太郎さん。もともと痩せてたの？痩せてたっていうかマッチョだった。チャリとかずっと乗ったりなりして。へえ。着いてから何場所を発表するの？その心霊スポットは。そうだね、うん、今は言わないで言った方がみんなネットで調べて、うん、って全部分かっちゃって、うん、いるよりはその場で来てから調べた方がいいでしょ。なんかじゃあこれ入れ替えていい？差し替えて携帯充電します。携帯とパソコン充電できるかね、パソコン。何インチなんだろう。10インチぐらいかな。11か11。充電 OK、 ありがとう。画質いい方がいい？みんなどう？心霊スポットついたら画質いい方がいいですか？夜だからな、うん、パソコン配信に切り替えようかな。みんなどう？パソコンの方がいいかな、うん、画質。みんな的には画質上げた方がいい。あ、フォローありがとうね、もっこりおじさん。フォロー嬉しいです。ありがとう、フォローしてくれて。画質いい方がいい？ OK OK。 じゃあ、 パソコン配信に切り替えようか、後で。このままでも OK。 うん、まあ現地着いてから考えよう。画質いい方がいい。オッケーオッケー。うん、オッケー。あ、フォローありがとうございます。初見さん、和道です、よろしくお願いします。ドアップ、ごめんね、スマホ配信だからさ、ごめんごめん。ドンキホーテまたあったね。大人気、大人気だね、ドンキホーテすげえな。オールナイトですよ、パーリーピーポー。オールナイトで行きます。ドアップ嬉しい、意味が分かんない。そうそう、ロハコさんいるよ、久しぶり、半年ぶりコラボかな、うん、最近絡んでなかったよね、全然。絡みたい絡みたいとは思ってたんだけど、で今日さ、もんちゃんが車出せるよって言ってくれたから、あ、ロハコさんと心霊企画やりたかったからお願いしてもいいっつった、のんたんがいいよって言ってくれて、それでね、あのロハコさんと合流したの。
限配信乗り気じゃないよ俺。結構苦手だもん、怖いの嫌いだもん。あ、スポットはね、あのロハコさんの企画なんで、ロハコさんがあのなんかサプライズしたいということで、あのスポットは現場に着いてからの発表みたいです。現場に着くのをお待ちください。もうすぐ着くと思うんで、申し訳ありませんが。うん、結構なんか人気のスポットなのかな、わかんないけど怖いらしいよ、ネットの情報だと。もう着く、もう着く。これが新トンネルだ。うん、これの旧トンネル。え、トンネル系？そう。もう嫌なんだけど。だからトンネルかよ。え、マジかよ。え、マジで？え、もう最悪なんだけど。俺トンネルで前回もうすげえ嫌な思いしたんだけど、マジで言ってんの？ナイス。ここで降りる感じかな。パソコン早いよ、電池減り。うん。あ、じゃあ来てください。待ってるの、のんちゃん。ちょっとノン休憩だったんで今まで。オッケーオッケーオッケー。じゃあ行ってくるよ、はい、放送見てる、うん、携帯で。うん、じゃあこのままちょっとこの携帯で配信するわ。トンネルかよ、聞いてねえよ。マジか、これ充電お願いしていい？あ、じゃあそこ置いといて。うん、あ、ちょっと、あ、そう、行きますか。タバコ吸ってから行こうか。うん、トンネルだって。これのもう到着っすか？女性が立ってる。いや、超怖い。で、その後に、はい、そっからもっと脇に入っていくと、はい、もっと強烈な陣がある。マジですか、はい、え、じゃあ機材を全部持っていかないといけない感じですか？持っていった方がいいです。なるほど、はい、ちょっと歩きます、うん、もう一回離れたらここに戻ってこないですか？はい、一回戻ってこないですか？もう行きっぱなしですか？行って戻ってきて、はい、多分その30分を時間ぐらいで多分割れると思うんですよ。はい、時間ちょっとぐらいで、はい、で、そこから移動して、はい、また戻ってくると思うんですけど、はい、そこから今度竹林です。あ、了解です。じゃあこのまま配信しちゃいます。竹林パチパチ言うよ。マジで？じゃあ僕パソコン充電するんで1時間ぐらいですか、この一周コースは。はい、30分。1時間ぐらい。どうしよう、時間ぐらい持つような。ちょっとこのまま行こうか、せっかくだから。よし、じゃあ行ってくるわ、うん、こっちのパソコン、もう一個の。寒いから、ワドさん上なんか来てる来てる、じゃあ行ってくるわ。はい。マジか、寒っ。いや、超怖い。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。